はようございます。はい、今日は畳み込み大病にかかってしまった、昼間がですね、昨日実は一緒2本やったんですけど、はい、今日は、畳み込み動画ということで、ちょっとやってみたいと思います。私もこの1週間の間で、ね、4本畳んでおります。病気出ちゃうんですね。やっぱやりたくてしょうがないっていう。もうストレートアレルギーですね。アレルギーですね。ちなみにこれ昨日やった2本ですね。はい、これツイッターにもあげたんですけど、これとあとはですね、これと同じようなもの、これは、正月に小野さんとこ置いて購入してきて、うん、これとほぼ同じようなやつがこれだったんですね。結構太いですよ、ね、太いんですね。でこれの練習用にっていうことで昨日これやりまして、まあ枝は均等に配置するためにやったんですけど、結局今何が何だか分かんないっていうことなんで、ね、まあこのあとまた枝をね少し太らして、それから枝を抜いていくような形になると思うんで、すみません、持ってもらって、しますか、はい、全然わかんない、わかんないですよね。単に畳み込むよりはやっぱりギュッとくっつけないといけないっていうね。なるほど、うん、でやっぱり幹全体を太く見せるという、これはあの前回、川上さんのところに お邪魔して2月4日に配信されてるやつだと思うんですけど、はい、これの元はこれね、非常にね難しかったと思うんですけど、っていうのはね、シャリが入ってたんですよ。これもそうなんですけど、うんうん、でシャリが入って硬かったんで非常にやりづらかったと思うんです。一応これを動画でやって、盆栽世界さんとのコラボでやったやつですね、はい、で大体今7センチ8センチぐらい、今日はこれこの大野さんで購入してきたさんの心拍をこれに近づけようと。なるほど。ね、今樹高が大体16、ここは15ですね、はい、ここは16センチぐらいのを、まあ8センチぐらいに畳み込めればいいかなと、伸ばしたらもっと30センチぐらいありそうなやつですね。ありますね、ありますね。で結構太いんでね、これね、曲がるかどうか、はい、ということで、普段だったらやっぱこういう畳み込みの厳しいところをいくつか作ってっていう私作り方しちゃうんですけど、そうですね、囲み屋さん流ですとこれをもうぐっと全体を幹を太くするっていうことが、うん、まあこれできるかどうか、はい、ね、ということでちょっと今日はやっていきたいと思います。はい、完成のやつ、これが本来の加古宮さんの5センチで、これの太い版を作るみたいな、ね、そうですね、ちょっと大きい版、まあ、加古宮さんのところにもこれぐらいの大きさのやつはたくさんありましたんでね。そうですね、これはちなみに以前ですね、加古宮さんのところにお邪魔して作った木なんですけど、まだこれ昼間流なんですよね。あ、なるほど、うん、まだだからちょっと隙間もいっぱい空いてるし、ちょっと大きく見せたいっていうんで、まだ畳み込みが少ないんですけど、でこんな感じですかね、こんな感じの正面でちょっと大きい盆栽風に作ってみたっていう、うん、だからこれをもう一歩今日は畳み込みたいということで、いつもの昼間流よりも厳しい、より厳しくとってことです、ね、畳み込むと、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、ちょっと足元きれいにして剪定ですね、抜いていきます。足元に根がね、ちょっとどんな風になってんのか、あるかもしれない、ね、じゃないや、幹がまだ、まあ幹がそうなんですよね、どうなってんのか、手もったいないですけど、多少値上がりになってるんですかね、これね。そうですね、はい、あ、ちなみに大野さんにはこの手のものたくさんありましたんで、はい、その中から2本ですね、いただいてきたっていう、はい、商品というか5センチ盆栽を買うために、うん、行ったんですけど、はい、もう早速これをねゲットしちゃった。これも青宮さんのところの見てても思ったんですけど、うん、ある程度やっぱ太い木っていうか大きい木を畳んで作るのも良さそうだね。あ、そうそうそう、シャリがね、そうそうそう、作れるから。そうなんですよね。そうで言われてたのは、本当はこういう曲がってる木よりもまっすぐの木の方がやりやすいんだって言われてましたよね。うん、針金がかけやすい。そう、針金かけやすいからって。これかけにくそうですもんね。うん、それとこういう癖っていうのはそれを生かすしかないんで、はいはい、じゃあね、こういう例えば曲線とかってもうどうにもならないわけですよね。曲げたいところで曲げられない。それではですね、剪定をしていきますね。はい、これ無駄毛のところですね。例えばここに枝があって、その間にある、あ、こういうやつ今もう取れちゃいましたね。こういうやつとかですね。枝はたくさん残しておいた方がいいと。ああ、そうですよね。いうことでしたけど、ね、結構ちっちゃい木だと、ヒョロヒョロなやつとかあるじゃないですか。そうですね。後ろのね。ああいうのどうします？ああいうのは多分取っちゃうと思いますね。ですよね。切っちゃいましたね。ね、自分のやってて。枝は曲げづらいんですよね。うん、と針金かけのめんどくさい。めんどくさいですよね。そうそうそう。多いとね。そう。はいはい。例えばこれですね。こういうやつとか、はい、ね、成長点もないし、まっすぐな。ヒモッパってね、私言うんだけど、ヒモッパは私の造語かもしれないんで、ちょっと注意してください。わかんない。あ、でもなんか川崎先生も言ってるような気がするけど。言ってます？私ね、よく言われるんです、人からね。私の造語が多いんで、それは一般用語だと思って。崩壊って恥かくみますんで。
動画で言っちゃったらそれが広まる可能性もあるから ありますよね。私はそうだと思って言っちゃうんだけど、これを全部の枝にやっていくて、ね、そうですね、やっていくってことですね。だからこういうこれなんかも枝がごちゃごちゃごちゃっとしてるんで、うん、まずこういうやつ、またはきれいにですね、またはきれいにですね、またはすっきりと、そうですね、こんな感じ で、ね、なったと思いますね。もうちょっといってもいいかな。あとカゴメさんあれですよね、枝の出だしのところ葉っぱ切ってましたよね。出だしこういう部分、これはまあ大きい木だからあれですけど、こういうところはなんかちょっとこのどうせ畳み込むからってことでこの辺の葉っぱ なくしてました、ね、ああそう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 ですよね、うん、そうそう畳み込むからいらないわけですよね、はいすいません、はいそういうことですね。ということで、ということでしばらく長くなりますので、はいはい、しばらくお待ちください、しばらくお待ちください。これでも細かいものかけていくとしたら、これかけたら大変ですよね。大変ですよね。これもね、うん、とりあえず静止というかね、あの無駄毛処理は終わりまして、うん、こうただねこういうのがあらわになったんですね。でかけるのは、本当はあの細かいやつで1本かけた方がいいんですけど、抜く可能性もあるんですね。そうですね、だから幹とあと こういうやつ、こういう枝はこういうのは1本ですから、こういうのはかけるんですけど、うん、こういう、うん、枝のさらに小枝ですよね、うん、これはちょっとやってみて、あのいらないところにあれば切っちゃうし、少しあの必要なやつ残して後からかけるかもしれない、ちょっとかけづらいとは思うんですけど、とりあえず太幹とこの枝ですね、うん、この辺までかけていきたいなというふうに思います。カゴメア流は、細かな枝も全部かけますね、かけてたのでかけてましたね、まあどうだろうって感じですね。そうですね、この量をかけるのは。そうですね、だから時間が結構前もね結構押しましたもんね。押しましたね、針金かけに、はい、あとはイメージですね、このねこの部分を土につけたいんです、このところ、結局これが浮いてると足細になっちゃって、これに畳み込んでも足元は細い、上が塊になっちゃってるってなるんで、こういう幹を使ってで太い幹を見せると、うん、だから理想的には1本2本3本ぐらいで幹が見えると全体に太くなってちっちゃくなるということなんですね。そう、今こっちでこれをこういうふうにかぶってくると、うん、この辺のなんかいいとこが消えちゃうような気がしてですね、はい、これのですね今いいかなと思ったのはこれをこっち側にこうつけていくと こっち側から見ると、はいはいはい、良さげかなと、まあここがつかなければここをつければいいっていう感じですかね、うん、そうするとこういうふうにこうやっていってつけていけば、まあ、全体にこれがついてるように見えるかな、太く見えるかなっていうところですね。なんとなくこの辺ゴチガチャッというのがなんかできそうな感じがするんで、針金とアルミ線の3ミリですかね、はい、これを2本ぐらいかけてみたいと思います、はい、あ、そう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 、で理想的にはこれがずっとついていって幹に見せるんですけども、ここがですね、下についてそこから根が生えたりだとか、あるいは、これが癒着したりだとかですね、はいはい、幹がですね、そういうことによって本当に、幹になるというのを目指そうということも期待できる、期待できるということですね。ちょっとひるまさんの目が光っておりますが、光ってる、ちょっと 目の調子が悪いみたいな泣いてるわけじゃありません涙がちらりと見えたので、はい、あ、そうか、これはねちょっと距離がわからないんで、うん、少し無駄になるかもしれませんけど、でこれ下までグッと入れますんでね、はい、ここからですよね。自分でやってみて思ったんですけど、2本かけた方がいいなって思いました。あ、はいはいはい、予想だにしないところが曲がるから、うん、そうですね、そうだから前言ったんですけど間に入れてもいいんですよね。 それの方がいいかもしれない。そうそうそう、あの曲げる時はね、見た目がくっついてる方が効くんですけど、うん、離れた方が、そう、予想だにしないとこ曲げるには、まあ、そんなとこ行くんだみたいなとこ行くじゃないですか。そうですね、そうですね、だからまっすぐな木は確か前私動画でやった時は間入れたと思うんですけど、はい、まあ、この辺もある程度曲がってるんで、こういうとこ逆に割れないようにですよね、はい、こういうとことか割れないようにしたいと思います。だからここもできるだけここはギュッと縛った方がいいわけですね。その辺はもうここですね、確定してますもんね。そうですよね、曲げられるかどうかわかんないですけどね、そうするとここに必ず針金が来るように曲げていくということで、イメージはこうなんでちょっと右回転でいいと思います。であとは、これも皆さん流なんですけど、特にそのラフィアとか巻かずにですね、あ、やりながらしましょうかやりながら、はい、大丈夫ですか、はい、ごめんなさい。これは、ここに行くことをここに来るように予測してここに入れてます。もうこういう時は正面とかなんとか関係なくここに来るようにということで来てます。曲げる背中にですね、はい、これもそうですよね、これもギュッと、
背中これね、ちょっと2本下手すと入んないかもしれない。2本かけたかったんだけど、ラジオペンチ使わないですか。そうだ、忘れた。今回このためにですね、ラジオペンチですね、これとこのプライヤーとラジオペンチを買ってきました、はい、で、かごみやさんは一曲一曲全部使ってましたよね。全力で曲げで、全力絞りで。そうでね、私昨日やっててやっぱりいいなと思ったのは、今はこう指で巻いちゃったんですけど、やっぱ 遠回りというか、はい、力の加減がこれだと際でギュッと曲がるん で、はい、で特にね、こういう枝なんかだと後で分かりますけど、うん、こうやってかけるのとラジオペンチでギュッと曲げると その位置で曲げられるから、うん、かかなりきつくして、あの曲げるんですよね。そこはね、昨日実はちょっと一回やってみて感じました、うん、それを、今忘れてた。忘れてましたね。これはね、ピッチ短くなるんですけど、でやっぱりこの背中のところでかけていきます。確かにかけづらいですよね、これ。またすぐ忘れちゃう。で、Q さんもね、経験してわかると思うんですけど、はい、緩むんですよね、曲げるとね。そうですね。ね、曲げると緩むんで。緩ませたくないから、ちょっとねじりながら曲げたりとか。ああ、そう。でもそうするとね、やっぱダメージ大きくなるから。大きいですね。不安ではあります。はいはい。そうですね、そこの、どこら辺までねじっていいのっていうのは、一つ経験値ですよね。やるだけ分かんないですよね。ここら辺は困ったな、これ。こうやるしかないですもんね。こうやるしかない。これだからアルミ線だからできるんでしょうね。曲げたり、伸ばしたり。アルミ線じゃ無理ですね、これ。無理ですね。で、これをラジオペンチで、グッと。本かけらんない。確かに、小宮さんがかけづらいって言った意味は分かりましたね。これは特に極端に曲がってる。曲がってるからね。こういう方が曲げやすいだろうと思ったけど、針金がかけられない。曲げるのは曲げやすいですよね。そうですね、曲入ってた方が。そうですね、針金はかけにくい。かけにくい。これも入んなくなっちゃった。編み物みたいになっちゃってますね。こちらかごみやさんからいただいた木です、はい、特徴は先端まで、うん、枝の細かい枝の先端まで針金がこういうふうにかかっている。そうですね。で、カメさん作る木は、うん、上から見ると必ず葉が埋まって、これちっちゃいから分かるんですけど、極論言うとこうなる。極論はそうですね。極論こうなんですね。あ、それが分かりやすいか、ね、あ、これはそうですね、小さいですけど、上から。これも上から見ると必ずこう、はいはい、まんべんなく埋まってるんですよね。そうですね、これもだから一応意識してる。ここは正面だからないですけど、はい、こうやって見ると上から見てちゃんとね、葉っぱが配置されてるっていう、入ってるんですよね。まあ、うん、ある意味盆栽の基本かもしれないですよね。そうです。だからこれとかはもう枝をくねくねっとやって、ちゃんとこの枝配置してるのが分かるんですよ。そうなんですよね。あ、ここに光景を持ってきてるんだなっていうのを、1本の多分幹かなの出る細かい枝でそれを配置してるっていう。そうですね、職人技ですね、本当にこれ。あ、それとあとはこれもちょっと特徴的なのは、芯が実はこれなんですよね。で、芯がここじゃなくて、芯を枝に持ってやり方もありましたね。で、かごみやさんがすごいのは、半圏外に逃げない。すごい、逃げないって、すごい半圏外作ってる人申し訳ないけど、例えば、チンパクなんかでもよくあのデモンストレーションでやるのは、はい、上のやつをドンと切っちゃって、うん、天神にして、うん、半圏外で小さくしましたって言うんだけど、はい、模様着でこの大きさなんですよね。それがすごいです。で、どれ見てもほとんどかごみやさんのところの模様着が多くて、うん、あれでこの大きさに立ってるってことは、当然幹からこの頭の部分ってありますから、うん、そこのリスクがあって、それでもトータルでこの下に押さえてるのがすごいんで、模様着に作りたいと思います。はい、すごいですね。半圏外に逃げないって言うと批判がまた起きそうですけど、半圏外がダメなのかっていう話なんだけど、作り手としては、うん、模様着で勝負するっていう。圏外とか半圏外ってよく見えるんですよね。よく見えますよね、やっぱり。うん、そう天神作るとね、そうおーすごいなって。模様着とかって枝の配置で決まるじゃないですか、うん、そうですね。模様着に作れない木もたくさんあるじゃないですか、うん、そうなんですよね。だけどこの小ささでだから模様着に持ってくんですよね、うんうん、持ってくんですよね。無理やり模様着にしちゃう。そう、それがすごい。そういうところに魅了されて、はい、我々は畳み込みの病気になってしまったということですね。ということでした。はい、はい、こういう細い幹にこういう太い針金をかけようとすると、幹がね、こう揺れちゃうんですよね、針金に左右されちゃうというか。ラジオペンチの話ですね。あ、ごめんなさい、ラジオペンチで。で、はい、要はこういうふうにやると、こういうふうにすると幹が動いちゃうじゃないですか、はい、それをここで局所的にここでこう曲げると。なるほど。
やっとこじゃと違うんですか。違いますね。やっとことも違うし、私はこれが使いやすいと思ったんですけど、はい、これだとね力入んない。そうですね、このサイズは、うん、あの導線の先端にかけるのはいいんですけど、やっぱりこれの小枝とかにかけていく、あるいは幹にかけていくのはラジオペンチでこの際を曲げるんですね、はい、ここで持つんじゃなくて針金かけるときってこういうとこ持つんですけど、やっぱりこれの良さっていうのはこの際で曲げられる。ここ今ギュッとなったの分かりますかね、はい、これが、レディオペンチの使い方です。どうしたんですか。レディオペンチの使い方ですね。何オマージュなんですかこれ。ちょっと英語風に。ミキはかけ、かけ終わったんですけど、2本目はやめると。2本目はね、もう間入らないんですよ。やっぱりのところか曲がっちゃってるんで、こういうところとかも、ここももう針金がこれ上通らなくて、はい、1本ギリギリなんですけど、なので、多分これも今度潰してくると邪魔になっちゃうと思うんで、うん、上に引っ張ってですね、アルミ線でミキとミキを縛るということをやってきます。1.5mm ですかね。あれ先に細かい。あ、そうだ。忘れてますね。忘れちゃった。そしたらですね、これが今一番太い針金なんですけど、枝ですね。あ、ごめんなさい。枝なんですけど、もう言い間違いが多くて、もうこれとこれを最初かけますけど、はい、これで 1.5 だと細い。で、こっちは 1.5 でいいと思うんで、これとこれをかけて、でもう一本これと上をかけると、はい、いうことで、で結構ねこれもそうなんですけど、枝と枝をかける針金がまたここを曲げる。のにも効いてくると、有効になってくると、意外とね、枝と枝をかける針金も大事になってきたりします。私はちょっと針金がいつももったいないんで、ちょっと長めに切って、お金のある人は一個一個こう切っていくんですけどね、合わせてね。私は2回分ぐらいは合わせてやっていきます。ちなみにこのだとこれもかけていくんですよね、この辺の。うん、だからここはさっき言ったように、ここはちょっとかけられないですよね、1回目は。かけてもいいんですけどね。まあでも動画的にはかけましょうか。本当時間かかりますね。かかりますけどね。この細かい枝も全部針金をかけるかどうか。どうかですね。さあ現在。あ、現在もう少しですね。もう少し。ちょっとなんか乱らなかった。あ、ちょっと乱らな。乱らな。映ってないんですけど。すいません。足は冷たいんだけど、あ、もうちょいですね。あとこの辺をかければ、はい、かければこれですね。はかけないと。とりあえずかけずに曲げてみて、かけるようになる気がしますけどね。お、後からかけれます？かけれないですよね、多分そこは。かけれないな、どうしようかな。まあまあ、そうですね。しつけですからね、言っても。確かに綺麗なのは綺麗かもしれないけど。そうですね。しつけだから、まあ、今はいいんじゃないかなって気もしますよね。先端2つに、一応こっち側だけは先端なんで必ず使うんで、かけたんですけど、もしかしたらここら辺とかってギュッと曲げた時にもうちょっと抜くかもしれないですよね。そうですよね、なんでやっぱりここら辺いくつか候補を後で、はい、無理やりかけるようであればかけるというところで、もうちょいですね。もうちょいです。はい、もうちょいです。はい。だいたい、こういう細い枝もねかけたんですね。今ここをどうしようかなと思ってまして、あまりにも枝はね、綺麗に右左来てるんですけど、あまりにも枝が多すぎる。ここら辺はこう畳み込んだ時にあまりにも懐すぎちゃうんで、この2つはまず抜いちゃおうかなっていうところですね。で、次にこの枝行った時にこれとこれとこれを残すと、感覚的に短すぎるんで、でこれとこれを抜いて、その次は右左ですね。そうすると次はこれになるわけですね。でこれもいらないと。で、これでちょっとかけてみたいと思います。そこも針がね、かけますね、やっぱりそれでかけます。だいたい小枝もかかったと思うんで、いつの間にかかけました。いつの間にかね、かけないと言いつつ小枝もすべてかけてましたね。せっかく買ったんで。そうだよね。はい、ここですね、これができるんですね。これがここでね、キュッと小枝を左右グラグラさせずにかけられると。で、ここで一回転してきてこっちにかけられると。左手でこう木の根元を押さえることが大事ですね。そうですね、押さえながらですね。結構ね、これ1ミリなんですけどね、はい、ここだけの細い枝にかけるとなると、もう小枝が動くんで、本当にイラ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 。手は下から入れると。手は、そうですね、下からと上から両方ですね。ちっちゃいからしょうがないです。ちっちゃい、そうですね、押さえるからしょうがないですね。で、じゃあこのところで、とりあえず終了ということですね。はい、針掛け中ですね。
下の方から畳み込んでいきたいので、ここ何でしょう、こうやっぱり下げていって、この辺で太い幹を見せるという感じですね。はい、であとはここの部分がこれの内側に入っていったら本当に良さそうな感じするんですよね。ここのね、丸が少し闇に見えるかもしれない。でここをぐっと下げていった時に、ここの曲線というか、この曲がり、こっちの曲がりですね、そこがこれがこの下に入りゃ理想なんですけど、そこはどうなるかですね。なので、はい、ここも縮めたい、それとこれを下ろしたいのが一番の目的ですね。はい、そこが要は地面につくってことですね。地面につくですね。そこなんで、ここをね、潰しただけだとそこまで下がらないと思うんですね。なんでちょっとフィルムオリジナルになるんですけど、フィルムオリジナルで一番引っ張りたいのはここなんですね。ここに隙間を開けてですね、なんかギュッと締めちゃったんですけど、ここに導線を引っ掛けて引っ張ると、下から引っ張るをちょっとやってみたいと思います。はい、潰れちゃう、締めすぎた対象ですね。こちらに立てましょうね。これで上まで行ってくれるかどうか、下から刺します。はい、行かない入らないかな。細すぎる。出てきてないですか。出てきてないです。鉢の中でぐるぐる回ってるような気がします。しますね。ちょっと太いやつ拾ってきました。ありがとうございます。はい、これなら入るでしょうけど、今度はここが入らない可能性があるんで、もしかしたらこうやって引っ掛けるかもしれないですね。お、来た。あ、だいぶこっちしちゃったな。お、いいとこ来た。おー、いいとこ出ました。いいとこ出ました。この導線の間に入れたい。そうですね、そうですね。あ、来た。ちょっと皮が、若干皮が来ましたが、よし、ねじる。これは導線の方が良さそうですね。これはもうアルミだと伸びちゃいますね。これでやってきますね。これは今度やってくれないと、下がるぞ。下がるんだけど、もっと下げなきゃいけない。ジャッキで下げるか。はい、でかいやつ。でかい、これね。でかいジャッキ来ました。ね、小さいの使ってました、向こうで。それなんで、でかいの持ってきました。本来はもっとちっちゃいので。もっとちっちゃいので。大丈夫です。はい。下まで。ちょっと怖いですね、なんか。大丈夫ですね。もう埋まってませんか。ついてますね。言ってますよね。多分そんな感じがする。はい、お、つきましたね。発根剤塗っときますか。傷つけてね。傷つけてね。とりあえずこっち行くか、じゃあ。って引っ張って、で、かける。それでついた。ついた。ついたはつきましたね。そしたらこれをどっち持っていくかですね。これをね。そうですね、ちょっとこの前に持っていくのは不可能だと思うのと、ここはね、ちょっとまっすぐになっちゃってるんですよね。ここの、そうですね。はい、そこを隠す意味で、これを畳み込んでくるということで、今度はここら辺が割れてくる可能性ありますね。はい、ここね、危険なんで、多分ここを曲げるようになると思うんですね。ここをね、だから少しちょっと上に上げておきます、これ。これまた編集なくなりそうですね。それを下げて、そうですね。これこことここら辺を畳み込みたいんで、もうちょっと隙間開けますね。ここですね。フライヤー出てこないですね。なかなかね、フライヤーね、これをちょっと潰す。あ、でも隙間開いた。はい。でここはここも本当は導線がいいんだけど、このやつでここですね。こことこう結びたいんですね。はい、こう持っていきたいんですね。顔宮流と昼間流が乱れてます。なんかそんな感じですよね。顔宮流心拍、昼間自宅アレンジ編曲みたいな。このサイズでさ、畳んでシャリつけたらかっこよくなりそうですよ。ああ、そうです ね。またから針金が出てくる。朝の間から。朝の間から。棒状のものが。棒状の金が。金属が。金属がね。びっくりしちゃった。我々だと普通ここにゴムを当てるんですけど、ね、加古宮さん流は別にいいと。それがまた味になると。
フライヤーは中国は傷になるんで当てておきましょう。これね、貼った方がいいですよね。そうですよね。ゴムチューブ。ゴムチューブね、なんだかんだよく使ってますね。そうそうそう。結構欲しい時あります。そうなんですよね。でこれでギュギュギュ組んでいくと。もう結局いつも手でやってんだよ。結局手でやっちゃう。ここ一回潰しましょうかね。下に。そこ下に。ここフライヤー本当でも畳むのにいいですね。力がね、力入る、うん、入るから。使ってみて分かりました。ほら、簡単にいっちゃう。これもだからやっぱりここをね縛りたいんですよね。そこも冷たい。うん、ここも冷たい。だからここはカゴミヤさん流でそういう隙間を開けないっていうね。そしてやっぱここも縛りたい。縛るの好きだな。縛るの好き。縛るの大好き。そう、縛るの好きなんですよね。縛られるのも好きですね。縛られるのは。でここが畳み込んだわけですね、はい、でなおかつをできるだけ下に持っていきたいと。今曲げたところを下に下げると。そうですね、簡単にいっちゃいます。ほら隙間が空いてる。うん、幹は一通り曲げた感じ。あ、面白いじゃないですか。幹、ここも面白いし、こっちも面白い。これ多分あの視聴者の人分かんないと思うんですけど、うん、あのビスケットオリバーみたいになってる。ビスケットオリバー、漫画のキャラクターなんですけど。あ、そうですか、はい、こんな感じ。うん、反対もいい。こことかね、シャリにしたら。そう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 、良さそう、うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。それで今思ったのは、うん、ここはですね、ここはあえて地面につけずにここをシャリにしたいですね。そうですね。ずーっとここシャリになってったら、むしろこれ浮いてる方がいいですね。うん、前に出てこうシャリが円盤状に出るような感じで。なるほど、うん、曲げたから発想が生まれると、うん、そうですね。かごみやさんも言われてましたけど、やりながら考えるんだって、うん、取れなくなったそこは考えられない。考えなかったというとこですね、はい、なんか面白い形ができましたね、うん。